じゃああれだ、そのまあ3時とか4時とかに起きて、はい、で先生はまず家の薪も、家の薪は、はい、寝てる間にねガーッと炊くと、うん、暑いんで、うん、あそんなにそんなに暑いで、やっぱりいや暑いっすよ、あ暑い、上で寝てるんで、あそっかそっかそっか、上に全部行くからね、うん、暑くなるんですよね、ああなるほどね、うん、じゃあ先生が終わったくらいに、そうです、明け方、あ朝ね、朝ちょっと、今のところ、今のところは、ね、そうだね、なるほど ね、 なかなか合理的にちゃんとしてますね、そうなんですよ、そういうところではね、そうなんですよ、うん、素晴らしいですね、そうね、そうね、なるほどね、そうですか。もう1年ぐらいになりますか、これ。まだそんなに半年ぐらいですか。これね、今年の春、夏前だから、まあ半年ぐらいですね。そうね。はい。よかったですか、やっぱり。もう、まだいいからね。まあ、あれですけど。ね、残念なことはね、ちょっとそうそうそうありますけど、ね。いや、で、ほら、ね、今、サウナブームだとかつってね。はいはいはい。いろいろやってるじゃないですか。やってますね。で、ちょっといいとこに行くとね、うん、1回1000円とか2000円とかは簡単に使うわけですよ、ね、普通の銭湯にしたって500円はかかるわけですから、まあ、多い人でまあ2日に1回行ったとしてね、はい、1回1000円かかったとして、はい、月1万5000円ですよ、そうですね、それね年間にしたら18万ですよ、そうですね、まあうんぬんかんぬん入れても20万としましょう、20万ね、はい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 、そしたらね、はい、年間20万だったら、はい、10年分先払いすると思えば、はいはい、いいわけですから、うん、一生サウナは行くよっていう人はね、そう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 ですよね、プライベートサウナなんてね、うん、何しようかね、まあ、貸し切りサウナなんてね、普通にこう行ったら1回2万とか3万かかるんですよ、うん、俺もね、まあ、まあもう自由だと、月に10回も行くことを考えたら、素晴らしいじゃないですか、もう1年で元取れるわけですから、ね、であとこのなんすかね、そのほら本州の人とかね、うん、都会の人たちね、この辺土地安いから、あ、まあ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 ね、空港近くとかにね、まあまあまあね、ちょっと広々としたね土地買って、でちょっとしたこんな小屋とね、ちょっと寝れるようなところを建てて、それいくらですかね、1000万とか1500万ぐらい、あ3人でシェアしたら1人500万、そういうことね、5人でシェアしたら1人300万、ねえ、ね、そういうことだよね、都会の人持ってんでしょ、持ってる、ね、え北海道にね、そんなね、うん、何ヶ月かに1回こうサウナ旅行だってするぐらいだったら、うん、あ俺北海道のベストなんだね、うん、サウナ付き、そういうことだよ ね言えるわけですから、これはちなみにこれ見ててね、はい、いやうちちょっと欲しいこと、はい、いう話になったら、はい、これご相談に乗っていただけるんでしょうかね、あもちろんもちろん、あらあそうですか、ですね、まあ当然、まあ、こうやって側もそうですしね、まあ、相談もするだろうし、これも手配してくれるわけですか、これはね、ネットで買ってください、あネットで買ったんですか先生は、ネットで買った、そんな簡単なものなんですか、簡単に売ってるものなんですか、ね、ネット今何でも売ってるから、あそうですか、でもこの辺の基礎わからない、基本はわからないっていうのを教えていただけるんですか、いやもちろんそれはあれですけど、はい、どうですかね、いやでも知らないと建てない、欲しくないんじゃないですか、いやサウナ知らないっていう人がだって、でも自分のサウナ欲しいってなんで、これ自体がちょっとよくわからないからね、例えば建てるときに取り付けてくれるのかとか、あまあそれもちろん、あまあそれ、はい、まあいいよと、それはいいですよ、まあちょっとやらしい話なんですけど、これちなみにですね、はい、これおいくら万円だったんですかね、これ何がですか、ストーブですか、はいこれストーブが25万ぐらいですね、はい、これ別なんですよね、これ石が
1万ぐらいですかね。あ、これ決まってるんですか、この量っていうのは、このこう積み重なってる量っていうのは。わかんないですからね、こっち。僕は適当です。あ、なるほど。で、詰めるだけこう詰めみたいな。あ、なるほどなるほどね。まあ1万ちょっとぐらいっていうことですね。じゃあ煙突が、あ、これまた別売りなんですね。煙突が、はい、5、60万かかってます。はい、え、煙突5、60万か。あ、そっか、ここだけじゃないんですもんね。もちろん、もちろん外に出てるんですよね。そりゃそうですよ。そうですね、ストーブよくは煙突の方が高いと。そうですね、一応住宅街なんだね。まあそうですね、迷惑なんないにこう低い煙突だとあれなんでこう高くしなきゃいけない。7、8メートル伸ばしますから。なるほどね。ああ、で、まあ、この側ですよね、結局はね。側はまあそうですね、坪100万ぐらいじゃないですかね。なるほど、はい、大体そんなもんだよと。大体そんなもんだよという形で、はい、で、トラックに乗せれる大きさの、はい、サウナを販売していこうと思って。あ、これから。はい。ほう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 。まあ大体この間がね、間はこれぐらいなんですよ。2メートルちょっとぐらいで、はいはいはい、あとはこの2メートルの2メートルとか、2メートルの3メートルとか、2メートルの4メートルとか。2メートルの、まあ、4メートルぐらいまでですかね、うんうん、サイズ的には。まあまあこれがね 3.6 なんですよ、うんうん、2×3.6 ぐらいなんで、うん、まあ、7平米、うん、はい、なるほどね。10平米までは確認申請が一応いらないので。なるほどね、はい、あのそれってそのサウナ販売っていうのを一応まあ考えてますっていうのはね、はい、あの全部パッケージで揃ってるっていうことの金額でいくんですか。いや、一応側だけという、はい、一応建物、ストーブはあの、はい、本当にあのピンキーだし、はい、あと煙突も、うん、周りの環境によったりとかするので、うんうん、で、なんだろうな、それこそあのあんまりね、うん、家族も一緒に入りたいけど、家族がそんなにサウナ好きじゃないっていう人は、うん、いきなり暑いのに入れちゃうとサウナつらいってなる。まあまあそうだね。何これ、うん、何が楽しいのってなっちゃうので、うんうんうん、あんまりストーブを大きくしないとか。なるほどね。そうすればストーブ代も安くなるし。なるほどね、うん、あ、当然これ電気っていうのもあるんですよね。電気っていうのもあります。だからそれ人それぞれですね。薪を足すのかな、人それぞれですね。人それぞれ、人それぞれ、あの、いて薪の供給っていうか薪の確保はできないよっていう人は、そうね、はい、あの当然ながら電気とかね、はい、そうした方がいいと思います。はいはいはい、そういうことなんですね。でね、開けてポーって入れるので簡単なんですよ。ああ、ね、今巻き足しですね。もうあのほら使わなくなった、はい、古材というかね、古材、ね、ですね、ポイッと。これで一応ね、こんなのも置いてますけど、はい、汚れ、まあ、ネットで買えるんでね。なるほどね、はい、これあのよくね、なんかロウリュウガーとか、はい、ジャッてかければいいだけですから。まあね、まだ温まってもいいやつが適当にね、やるとはあんまり落としないよ。これでもこんだけ言うんだから。あ、なるほどね。まあ適当ですよ、こんな。はあ、はあははあ、こういうことなんですね。そういうことなんですね、はいはい、そういうことです。じゃあまあその電気にしろ、まあ、ストーブにしろね、はい、あのいずれにしてもまあこの相談は乗ってくれると。そうですね、電気の場合だとだいたいその200ボルトっていう電気が、はいはい、まあ、はい、多いので、はい、まあ、そういった電気の工事とかが必要にはなってくるかなというところですね。なるほどね。それ今例えば物ってあるんですか。物ですか。ここをお見せするわけにもいかないでしょ。いや、あの見たいっすって言われれば、はいはいはい、はい、いいですよと。あ、そうですか。それも OK、 見せてくれると。いいっすよ、はい。あ、いいっすよ。ただあのね、夜中のじゃあ4時に来てくださいとかね、明け方5時にとかね、言うかもしれないですよ。それ言ったら誰も問い合わせてこないわ。まあそんなことはなくてね。まあまあ、うちのでもいいし、はい、うちの工場に、はい、ね、常設で今2台、うん、
あります。それもプロトタイプ、プロトタイプ、プロトタイプで、はい、なるほどね、あります。そこはあの、うん、なんていうのかな、うんとね、サウナ自体はこれぐらいの大きさなんですけど、うん、その前に、うん、一応ね、脱衣場というかね、全室がついてますんで。おー、なるほど、はい、うん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 、このタイプも、うん、ございます。あ、お見せできますよ。お見せできます。なるほどですね、はい、はあ、いや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 、これもう真剣にやるんですね。楽しいでしょ、だって。楽しいですね、はい、あの、施設の方はどうなってるんですか、そしたら。施設の方ですか。そっちも進んでると。ようやく。ようやく。ようやく進みましょう。一応、来年、あとに、じゃあ、ガッ。来春には。来春には行っちゃおうかなと。ゴールデンウィーク前は。ゴールデンウィーク前になんとかしたいなと思ってるんですけど。なんとかしたいなと。はい、ね。ねー。多分ね、まあ、未だかつてない感じになるんじゃないですかね。なるほど。それは大きさ、規模、中身、全てにおいて、うん、あの、まあ、ざっくり言うとこんな感じのやつが、8個。すごい。それ結構同等最大級じゃないですか。同等っていうか、多分日本全国でもない、サウナ8個ってないんじゃないですかね。そうね、はい、あ、じゃあそれってね、今言った男女で入れちゃう系、まあ、水着着用でね、はい、だから女性専用も一応準備をしますけど、キュリアもまたあの水着を着てね、恋人同士夫婦でとかっていうのがありますよね。あとはまあ貸し切りのやつもありますね。なるほどね、家族で。これ以上はあ、もうまだ、まだまだ言えないよと、ね、お楽しみにと。そう、不思議なのはね、皆さんほらサウナが好きだっていう人がね、今ブームでバーッと増えてるじゃないですか、うん、なんで家にないんだと、うん、家で入ろうっていう気にすらなってないじゃないですか。そうですね、はいはいはい、ね、本当にサウナ好きなら、うん、家にあったっていいんじゃないかと思うわけですよ、はい、トカチの人のようにね、はいはいはい、トカチはみんなあるんだからないね、その辺見たらみんなサウナなんだから、ないね、ないね、まあまあまあないです、基本は。がっつりしまくりないって言うといたやから。そうですね、うん、暑くないですか、大丈夫。いや、それは暑いですよ、そも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 ね、え、じゃあ外出ますか、はい、したらね、ねえ、ねえ、ね、そういうことでね、ね、はい、なんかでもこれまだ完璧に温まってないですもんね、はい、ね、全然これもう、だってほら、こんなまだ温度ですもん、40度いってないですもんね。そんな簡単にね、あの、言ってないですわ。こんなちょこ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 耐えたぐらいでね。なるほどね、うん、行くわけないでしょ。これ撮影用にやってるだけなんだから、ね、いや、確かに外に出ると気持ちいいっちゃけど、これがいわゆる整うで決まるんだね。いや、なんでもいいんすけど。うん、なんでもいいんすけど ね、別に。これは何回か3回かこう繰り返すということで、いや、好きなだけやったらいいですよ。そうね、なるほどね。これがいわゆる古田の生活。そうですね、夏場はあのほらプール、あ、はいはいはい、あの空気で膨らませるね。で、蛇口ビャーッと出して、あ、そっかそっか、水風呂的な、そうそうそう、夜な夜なね、なるほどね、ジャバジャバっつって、なるほどね。あ、今時期ね、そう、いいんですよ、すごくね、うん、あの星空が、あ、そうだね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ、ね、空気が澄んでて、そうだね、そういうことになるね、星空がめっちゃいいのと、うん、まあ、これから雪ね、降ってきたら積もるじゃないですか、はい、なんか雪ダイブとかね、なんか言ってますけど、やりましたね、うん、そんなのね、皆さんやってんだから。そういうことだね、北海道の人なんてもう、そういうことだね、雪降ったらもうあちこちで雪ダイブするんだから、そういうことだね、うん、うん、サウナ上がりに、はいはいはい、これ、あの、次回は本気で入ってるところを撮りますか。いいっすよ、本気で湯気出てる時とかさ、いいっすよ、絶対そっちの方がいいと思うな。ただ朝5時ですよね、朝5時ですよ、トマも行くのと同じ、そうですよ、もう世界ですね、言ってくれれば僕はいつも通り入ってるだけ。いやいや、いいですよ、いいですよ。
か朝の5時でいいじゃないですか。私だってじじいですからね。僕だったら、ただ単にいつも通りのね、ことをやってるだけで、ただこうやってペリエ飲んでこうやってやってればいいだけだから、僕はいいですよ。じゃあそうしましょうよ。お、言いました。私はね、あの言ってもいいですか。私も大した変わらない時間に起きてますから。おじさんの朝早いんだから。本当にね。あのいいっすよ。ちゃんと撮って、本当に。いや、2人でじゃあ入りましょうよ。ね、いや、2人カメラ入るからね。そうはいかないわね。カメラも高温ってポンと終わりますよね、それでね。いやいや、そんな、そんなね。なんだなんだなんだ。ね。いやいいんですけども、カメラが持つか持たないか、そういうことも考えなきゃいけないなと。なんで暑いのあって途中で置けばいいじゃん。そこにベッド置けばいいじゃん。途中で置けと。いや、いいけど。今だっていろいろあるでしょ、カメラだって。いや、あるけど。こんな本ちゃんのやつじゃなくたってね。わかりました。じゃあ GoPro 持ってきましょう。GoPro とかでこうベッてやったりね、使わなくなった iPhone とかでいいじゃないですか。GoPro 持ってきますよ、そしたら。その時はね。でしょ、2時間ぐらいかかるんですよ、そしたら。2時間ぐらいかかるんですよ、いいですか。まあまあ、あの多分きっと取り役がいっぱいあっても使うのはそんなに使わないから、2時間もね。2時間も使わないけどね。いいですか、それで。やりますか、そしたら。いや、いいですよ。ね。まあ、あの、そうですね、F プロジェクトとしては、まあ、僕はこういう楽しみ方をしてると。なるほどね。あなたの、ね、お家に対する、その、なんていうんですかね。あなたがお家にこう期待するものは、うん、じゃあ何ですかと、うん、いうのを教えていただけると、我々としてはなるほどねと、うん、こういうのが好きなんだったらこういうのはどうでしょうか、そのための家なんだから、常日頃言ってるように、そういうことだから、そうだ、もうバーベキューが好きなんだと、うん、そしたらね、あ、なるほどね、じゃあ手軽にこうできるようにしましょうかね、そういうモデルを考えるんだから、こっちもプロなんだから、なるほどね、うん、性能がどうとかね、うん、そんなのはね、どうでもなるんだ、そういうことじゃないぞと、性能が良くてね、光熱費、いや、ほんとかかんないんですよ、でもこの家あんまり痛くないですよで意味ないじゃないですか、うん、まあ確かにね、うん、と思います。はい、今日この後もこのまま入りますね、せっかくなんで。さすがにね、あの僕まだ仕事があるから。そうです、残念ながら。そうですね、はい、ということで以上でございます。はい、じゃあ、ありがとうございました。ということで、さよなら。